見てる、こんにちは。はい、じゃあ今回はね、3月27日から4月2日、3月末からね、4月月初の、TikTok の裏番書を見ていきましょう。泉朝日のワクワクパーク。じゃあ3月27日の逆再生、特殊能力持ってるのに気づかないやつを、見ていこうかなと思います。これはね、あの逆再生なんですけど、ジャングルジムにこう飛び乗るっていうあの特殊能力があるのに、自分じゃそれに気づいてないやつっていうね、そのあるあるネタです。コメントの方がね、いっぱい来てましたよ、コメント。まずね、一番多分コメントにいいねがついてるのが、この人ならやりかねないから焦ったっていうコメントね。いや、やりかねない、さすがに無理でしょ、これは。あ、しかもね、この、いや逆再生でもえぐいだろ、こんな高いところから後ろ向きに飛べないしみたいなコメントもね来てるけど、いや確かにそうなのよ、これ多分ね、何回、3年ぐらいして確かで、その3年ぐらいしてるのも、よいしょよいしょって言って後ろにピョンって飛ぶわけじゃん。そうするとさ、こうぐちゃってこうチャッとしちゃうの。そうするとね、あの逆再生した時に見た目が良くないのよ。その後ろ向きで飛んだ後に着地をなるべくこうしないようにするというか、着地しないですぐ歩き出すようにするっていうところにすごくこだわりを持って撮影したから、確かにね、まあよく後ろ向き飛んだなっていうのはあるね。あの逆再生もすごいとか、そういうコメントいっぱい来てたから、それはマジでね、ありがたい。確かにすごいもんね、これね。はい、じゃあ次、3月28日にアップしましたサスケの動画ね。サスケっていうか、まあ海外版サスケにいる狂った速度の外国人っていうあの動画でございました。これはね、サスケのファーストステージみたいな、ぴょんぴょんぴょんって飛び乗っていくやつみたいな遊具が公園にあったから、それでこれパンってすごい速度で走ったら面白いんじゃねえのと思ってやってみました。コメント来てましたよ、面白そうなの。ね、この一番あのいいねが来てたコメントがね、そうでもないと思ったけど、カメラの方に来た瞬間その速さにビビったね。まあ確かにね、遠目で見るとね、ただただこの足がこうハの字に動いてるやつが近づいてくるだけなんだけど、降りた瞬間めちゃめちゃダッシュしてるからすごい速く見えるんだよね。でこれ撮った時ね、めっちゃ朝で、しかもいつも撮ってくれてる人と違う人が撮ってたから、あのちょっと緊張してんだよね、まだね。だからこの近づいてくる瞬間の顔がまだちょっとぎこちない笑顔というかぎこちない笑顔なのかな、これ。はい、じゃあ次、駐輪マナーが悪すぎて暗殺されてしまったやつ。これはもう TikTok 史上に残るバズだったんじゃないですかね。撮影時点で 306.7K いいね、再生回数も 5.2 ミリオン、めちゃめちゃいってる。まあ自転車乗ってきて、なんかぶっ倒して暗殺されて、まあ、暗殺っていうかね、撃たれて死ぬみたいな、もうコメントもめちゃくちゃ来てました。2600件ぐらいかな、そのいっぱいね見られたコメントが、暗殺ってなんで、暗殺じゃねえよっていうコメントがね、いっぱい来てました。確かに暗殺じゃないんだよね、これ。暗殺ってもっとなんかこう、社会的な意味を持つ殺人な気がしない。こんなわけわかんないさ、ただのお兄ちゃんがさ、歩いてきて駐輪場で撃たれて死んでも、そんな別に暗殺なんて言わねえだろうっていうね。あとね、曲ね、曲。You Raise Me Up の音源を使うのがすごいね、センスあるわ、みたいなコメントが来たんだけど、あと、You Raise Me Up が多分すごい好きで。感動的じゃん、聴いてるだけで感動するみたいなあれ曲じゃん。でまあもともとこれね、今は暗殺シリーズって言ってるんだけど、あの仲間のために出てきてピストルでこう撃たれて死んじゃうんだみたいな、そういうこう感動系のちょっとネタ系のみたいなのを作りたくて初めて撮ったんだね。それでユーレイズニャップを使ったから、そっからこう撃たれて吹っ飛ぶのは全部ユーレイズニャップでいこうみたいになってるから、逆にそれがまたこうハマってるよね。いやこれはもうバズったな、これは本当に皆さんありがとうございました。はい、じゃあ次ね、次マラソンコース大胆カットね。マラソン大会史上に残る超大胆なカットを試みたやつと、走ってきて抜かされて、ですごい勢いでショートカットするんだけど、そのショートカットするところがめっちゃ坂だったっていうところの、まあ、映像なんだけれども、コメント欄ではあの疲れ方がうまいとかさ、あばら骨が痛そうだみたいな、その俺のね、このこういう演技への着眼点がね、よく見受けられました。そういうとこを見てくれてすごい嬉しいです。あとあのマラソン大会でね、ショートカットしてた時のあるあるみたいなのを言ってる人もいました。なんかタクシー使って瀕死になった先輩おったみたいな、そんなに、本当にそんなやついんのかっていう。あとね、マラソン中に公園の家飛び込んでショートカットしようとしたボスさんいたね、本当かっていう、本当にいたのかそんなやつっていう。あと一個嬉しかったコメントがあって、このね動画に来てたコメントなんだけど、5個連続で泉さんの動画出てきたわらみたいなコメントがあって、そんなことある？ TikTok をこれ見ててさ、5回連続で同じ人が出てくることなんかまずないじゃん。で1回でもある、そんなこと俺はないのよ。でも5個連続で
俺が出てきたってことは相当俺の動画見てるこの人だからおすすめに出してるんだと思うんですね。アルゴリズムちゃんが出してくれてると思うんだけどね、コメントいただいてありがとうございました。27日から4月2日の1週間、まあ、結構バズバズした1週間でしたし、あとついにこのね、あの一週の中でフォロワーさん5万人を超えましたので、本当にありがとうございます。まあこれからもね、たくさん動画上げていくので見ていただいて、こちらの YouTube もね、ぜひ見ていただいて、まだあの今見つけてる方々も早いからね、子さんだからね、今見てる方々、それではチャンネル登録、高評価、ワクワクパークの制作の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。